Let's be positive YouTube。 はい、どうもみさこちゃん、ラックニコとベイです。タケです。ベイ、タケです。Let's be positive といつも言ってますけどね、最近、すごく悲しいニュースがありました。はい、5人組ロックバンド爆竹のボーカル桜井さんが、19日脳幹出血のためお亡くなりになりました。はい、伝説のねロックバンド、日本のねロックを築いた偉大のねボーカリスト、そんなね桜井さん、爆竹のねライブ中にね、脳幹出血、倒れて脳幹出血になったのか、脳幹出血になったのなったために倒れたのか、ライブ中に転んでしまったということで、そのままね、座り込んだ後、まだライブは続いていて歌も歌っていたということなんですけど、やっぱり続けられずにそのまま救急搬送されまして。そのままね横浜市内の病院で息を引き取ったということでございました。本当にね、すごくショックで、こんなことがなぜ起こるんだということで、こんなに急にね亡くなるとは思わなかった、本当に悲しいです。80年代の、ね、終わりからね爆竹現象を巻き起こした桜井さん、容姿端麗なねボーカリスト、突然天に召されてしまいました。はい、本当にね夢を見させていただいたのでね感謝しかないです。はい、思わずねそんな気持ちをね TikTok の方でもつぶやいたんですけど、そしたらね1万人を超える方がね閲覧していろいろコメントくれたりして、本当に桜井さんの人気をね感じることとなりました。はい、本当にね、まあねこのチャンネルでもね最初初めて歌ってみた動画の時にね、爆竹のねやっぱり歌を歌わせていただいてて、まあ、今回ね、また追悼ということで、近々ね歌いたいと思いますけども、はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、ではね、気を取り直して、ね、続いて、格闘技の話に行きたいと思います。はい、格闘技、ライジンランドマーク7 in アゼルバイジャン対戦カード、こちらねフェザー級チャンピオンウガール・クラムフ VS 鈴木千尋、はい、この対戦ね、前回朝倉未来選手が何もできずに敗戦してしまったこのクラム相手にね、朝倉未来選手に中堅選手と揶揄されていた鈴木千尋が挑戦ということで、はい、見どころでございます。はい、そしてね、11月4日ということですね。はい、あとね、つい最近飛び込んだ年末もね、年末に行われる、ライジン45、こちらの方でもね対戦カードいくつか発表がありまして、はい、まずねクレベル小池 VS 斉藤豊、はい、こちらもね楽しみですね。はい、斉藤豊選手クレベル小池選手どちらが勝つのかね見どころです。はい、そして堀口教授選手 VS 新里誠、こちらねフライ級のベルト争い再戦ですね。はい、前回ね消化不良の試合で終わってしまってるんで、再戦楽しみです。そして、朝倉海 VS ファンアーチルったね、はい、こちらも時間延期になっ前回延期になってしまった試合でございますけども、はい、朝倉海ファンアーチルったでございます。はい、
こちらも楽しみですね。はい、我らが朝倉未来選手もね、出てほしいところですけど、はい、ここはまだわからないです。本人はね、今年は出ないようなこと言ってますけど、わからないですよね。期待したいですね。はい、そして続いて、ゲームですね。はい、ゲーム。最近ね、メタルギア、デルタ、メタルギア3のね、リメイクのまた新しい、ね、映像が公開されたんですけど、本当に素晴らしい、綺麗な映像で、期待したいですね。スネーク再来ということで。はい。最近ね、メタルギアの、コレクションのね、ボリューム1を手に入れまして、近々このチャンネルでも、また実況していきたいと思ってるんでね。メタルギアストリートマスターコレクション、ボリューム1、メタルギアストリート。メタルギアソリッドマスターコレクション、メタルギアソリッド2、サン・アブ・リバティ。メタルギアソリッドマスターコレクション、メタルギアソリッド、サン・アブ・リバティ。メタルギアソリッドマスターコレクション、メタルギアソリッド3、スネークイーター。メタルギアソリッドマスターコレクション、メタルギアソリッド3、スネークイーター。そしてあとスーパーマリオワンダーもね、実況していきたいと思ってるので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、それじゃあね、昇進ではありますけれども、近々ね、爆竹現象もちょっと、心を込めて歌っていきたいと思うんで、ぜひ登録お願いします。それじゃあ今日も参ります。バイオハザード RE4。前回ね、古城に、たどり着いたね、アシュリーとレオンでしたけど、どう見てもエリザベス女王にしか見えないラモンというね、やつが出てきてね、襲われたんですけど、なんとか回避して、そこからの続きということでございます。はい、やっていきたいと思います。バイオハザード、化け物たちの猛追から逃れるように古い城へと駆け込んだレオンとアシュリー、月明かりに照らされた城壁の内側にうごめく気配の正体を彼らはまだ知らない。はい、ここから。じゃあ、ちょっと、武器。ウェルカム。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。本当か？とりあえず今持ってるのをちょっと売ろうかな。ベルベットブルー。どんなブツも大歓迎だぜ。宝石1個足んないけどいいか、売っちゃおう。これ随分高いな、これ。どうしよっかな。手榴弾系持っておいた方がいいか。19スプレー。お次は何だ？こんだけか、こんだけでいっか。いつもこうならいいな。うん。
さあ、改造修理、ちょっと待って、購入なんかできるかな。購入は。ここで金を落としていくか、命を落とすかだ。簡単な選択だろ。そしたら金を落としていきたいけどさ、ちょっと足んないな。ちょっと足んないよね。なんか売るかな。何がお望みだ。どれか売るかな。どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。ショットガン1個でいいかな。売るか。売っちゃおう。よし。ありがとうよ。これで他には何かあるか。ね、今あるのはこれだけだ。スティングレイどうかな。結構枠使うの持てないか今。でも買っとくかな。どう？あ、入るか。あ、入る入る。ってことはさ、ランチャーも買えるってこと？ランチャーも枠は、あ、でも入んない。スティングレイ。あ、これでいいや。敵の頭をカボチャに変える魔法の銃だ。カボチャ畑を荒らしまってやれ。カボチャ畑ね。オッケー。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。あとはね、ちょっと待って。休憩スプレー持ってるかな。あ、持ってるか。新しい相棒を手に備えあれば売りなしってやつだ。もう一丁。ああ。レシピ。さあさあ、クッキングを楽しみな。もう一個。持てないか。持てねえなら先に整理しろ。これでいいやじゃん。それで何がお望み。得まして死ぬなよ。オッケー、ちょっと待って。今買ったこれさ、ちょっと装備しようよ。ショートカット入れようよ。じゃあここで。先行集団。違う。もう一回これを、消毒と。あ、入ってるね。あとはいいかな。こんなもんかな。これも入ってる。OK。 これか。よし、ハンドガンでしょ。これハンドガン。これショットガン。弾がないのか。ウェル。よし、行こう。足で行こう。また次の機会を待ってるぜ。サンキュー。さあ、奴らのもう、奴らに襲われたのを一応ね、回避したからね。じゃあ行こう。あ、まだこいつら。まだ遺体があるよ。遺体、死体か。なんかこっち開くのかな。ここ開かない。足でごめん。ああ、ごめん。足でごめん。疲れちゃってる。ここ開くのかな。あ、ここ開くんだ。開かないわ。裏に回り込めれば。こっち上から行けないのかな。あ、開かないんだ。開かない。裏に回り込む。どっからか行けるかな。あ、こっちからかな。あ、腰掛けがなんかあんだよね。違う、今開かないのか。裏に回り込む。どっからだろう。ここは
開かないわ。ここはダメか。全部開かないじゃん。何回り込むってどうしたらいいわけ？なんか穴がある。いや違うんだよ、だから行かないだもん。回り込めればどうしたらいいんだ。一回向こうから行かなきゃダメかな。あんた逃走の匂いがするね。逃走の匂いね。回り込むって言ってもさ、ちょっとわからないんじゃない？わからないんじゃない？なんかある？金塊だって。金塊はいいんだけど、ここ開かないわけだから、ハーブ、まあハーブクラフトできないかな。クラフトあ、できた。オッケー、オッケー。あれ行き先わからないよ。どっから？ちょっと一回表出ようかな。回り込む表からかな。表からではないのかな。からだも、からじゃ戻っちゃうよね。抜け道を探す。抜け道。アイテムないといけないもんね、これ。わからんよ。わからん。お、あ、ここだ。ここだよ。わかりにくいんじゃん、これ。よし、アシュリー頼む。来い。待ってて。中から開けてくれ。よし、開いた。オッケーオッケー。そういうことね。いや、気づきにくいでしょ。あ、そうだよ。ん？こっちもあるけど、ちょっと待って。ここ行けんのかな。よし、
惣菜、あ、惣菜も、惣菜も持てない。え、クラフトできるかな。もうできる。じゃあサブマシンガンの、ちょっとパンパンに物詰め込みすぎた。あ、体力ないから一個使っとくかな。どう思う？まだいいかな。でいいか。他にもクラフトできないかな。あ、ハンドガン取ってきた。あとはない。ちょっと空いたね。オッケー。ここから先に進めそうだ。あ、こっちから行けるんだ。慎重にね。うわ、暗い。急に暗いじゃん。ちょっとバイオみたい。ここを歩くとき、あ、バイオみたいって言うから、そう、バイオ、バイオ1みたい、バイオビレッジみたい、そういうことね。ここを歩くと、うわ、ちょっと待った、えぐいぞ。アシュリー、えぐいぞ、ちょっと、アシュリーが見るには。あそこ、拷問されたんだ。こっちもか？ああああああ。かわいそう。うお、待て、待て待て待て。いるぞ、いる。どこだ？ちょっと待って、油断できない。拷問された二人いる。離れてろ。オッケー。一回離れとけ。どっから落としてんだ。うわぁ、口当ててる。クラフトはできる。ちょっとこの感じ、ビレッジチック。わあ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 、あれ、待てよ、待て待て、あ、こっちち行けんのかな。何の音よ。なんかいるよ。そっか、持てないのか。ちょっといそうだよね、もうね。落としてんだよ。なんだこの、この拷問器。うわ、何、大きな動物の鳴き声みたいな。いやいやいや、動物じゃないよ。アシュリ、アシュリ、待っとけって言ったのに来んなよ。危ないぞ、待っとけよ。ちょっと待て、持てないのかな今これ。とりあえず、よし、ちょっとアシュリー待っとけって、来んなよ、絶対いるから。音だけ、音だけ。誰か座り込んでる。なんて書いてある、あれ。音だけ、姿見えない。なんて書いてある。は、はあ、なんて書いてあるんだ。
あ、地下道の鍵だって。オッケー、地下道の鍵入手した。なんだこの音、上にいんのかな。あー、なんだよ、やばい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 ぞやばいぞ、これぜいるべいるべよ、ほら、あれ、うわ、目縫われてる。うわ、捕まってんのか。うわ、きついね。うわ、この捕まり方きついだろ。ああ、あれ、襲ってくんの。ちょっと、逆に助けろってこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、どういうことよ、どういうことよ、目縫われてんだよ。あー、なんだよお前、助けようとしたのに。ちょっと待った、危ない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 って。あー、逃げよう逃げよう逃げよう、危ないよお前、お前助けようとしたのに。あ、来た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 、あ、やっぱりお前襲ってくんのね。あー、危ない危ない危ない、お前よ、はい、助けてやろうとしたのによ。おお、倒した倒した。あ、強いなこの武器、この武器強いね。2,3 発よ。なんだお前さ、かわいそうだから助けてやろうと思ったのに。とりあえずハンドガンはあるわ。いや、見た見た、ちょっと慌ててきたから。これどこだ、え、足に置いてきた置いてきてるよね。 とりあえず置いてきたというか、あれが落っこちたのか、レオンだけ落っこちたのか。ハンドガン取れんじゃないのこれ。うん、宝石、あ、ハンドガン、うん、あ、なんかある。はぐれた？はぐれたね。いや、ちょっと焦ったな。アッシュ大丈夫かな。よし、アッシュ、アッシュリー、どこだどこだどこだ。あ、ここ、さっきの裏側だろ、こう開ければ。ああ、よかったよかった。下で何があったの。何も、動物が一匹いただけだ。強いな、あれよ、あれよ、あれよ、動物一匹だって。強いよ。世話がかりの手配、また夜中に目が覚めた。近くから漏れる音声だ。爪で硬い壁を引っかく音、うん、うなり声。あの音がこの世の全てを憎む。まあでも憎むでしょ、あんなことされたら。もともとあいつは上司に仕える拷問者、あ、拷問官、あ、彼が拷問してた方がだったんだ。あいつの父親も祖父も兄弟やいとこたちもサラダル家の負の遺産の一つだ。中でも奴はそう特別だった。あいつは頃から自分の仕事を楽しんでいた。そして天性の才能を持っていた。他人に苦痛を与える才能を、その才能は上司の興味を引いた。上司は奴を地下に連れて行き、ああ、ダメだ、これ以上はかけない、帰っちゃいけない。奴が地下で何をされたかなんて思い出すな。さもなくば俺の精神が壊れる。ああ、さっきのあの男はあれだ、惨憺人を拷問してきたんだね。だけど最終的に自分がああいう形にされてしまったと。因果応報ね、
人にしたことが自分に返ってきたってことだね。世の中そういうもんだよ。お、よし、これでいけるのか。オッケー。よし、足で来い。行こう。オッケー。オッケー。ね、まあごめんな。大丈夫か。平気よ。今のところはね。よし。またはしご。よし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 。はい。またなんか落としてんな。何の音？こういう音聞いちゃうとさ、あの音切り層の車椅子思い出したんだよね。音切り層だったり、バイオセブンの車椅子、もしくはビレッジのあの井戸の前の車椅子、車椅子じゃない、あのゆりかご思い出したよね。音系怖いよ。何の音よ、マジ。何が回ってんの？お、ハーブある。あ、これじゃん。あ、人形じゃん、この。ちょっと待って。なんだよ、人形かよ。何よ。銃で撃たなきゃダメ。紛らわしい音出しやがって。よし、アッシュリー行こうぜ。気をつけてね。あれ、なんだ、クラプトできるかな。ぐらいかな。お、なんかちょっと立派な部屋に来たぞ。綺麗な。すごい。ここコレクションルーム。コレクションルーム。何のコレクション？立派な絵がいくつかあるね。なんだこう。ずいぶんすごい、なんかこのドアすごいね。紋章が。3つマークある。え、なんか関係あるのかな、この。お、お、あった。あ、金の宝剣だって。金の宝剣。ん？どうしたわけ？金の宝剣取った。朽ちた宝剣。鉄製の剣。怖っ。あ、そっか、どっか入れればいいのね、この剣をね。4つあるうちの、ちょっと待って。どっかヒントないかな。これ何？これ何？あ、なんか光った子。
え、どういうことよ。ちょっと何かし。あのドラ撃ってもなりそうじゃない。撃ってもなりそう。うん、確かに。待って、ナイフは。うん、なるよ。だから何よ。なんか光ってんだこれ。なんだろう。あ、ちょっと待って、向こうに。あ、そういうことか、そういうことか。あ、これを、ただこれが鳴ったってことは、奥にあるよね、ほら。奥に。そういうこと。この2つマークあるじゃん。あ、ってことはこれじゃん。これと、これじゃん。そういうことでしょ。ほんで開くのかな、じゃあ。あの、剣は何なんだろう。剣は取ったんだっけ。あ、取ってる。金色に輝く美しい宝剣。武器としては使えない。美しいね、本当にね。これは鉄製。うん、まさに鉄製。はい。朽ちた宝剣は、もう錆びちゃって、全然使えなそう。これが、あ、これは鍵だもんね。分かってる、だからこれ撃てばいいってことでしょ。これ使うまでもないか。ハンドガンでいいか。よし。ヘビ。あれ、いった。あとこいつじゃん。いった。あ、来た、ほら。割と簡単だったよ。割と。油断していけないかな。お、血染めの剣がある。血塗られた剣。何に使うのそれ。これはレプリカだ。実戦では使えない。じゃあこれで剣が4つ溜まったってことは、あ、これは何だろう。ん？ってことはこれで4つ。風にある騎士の絵、よく見るとお話になってない。この拷問椅子すごいきつい。え、飾ってある絵がお話になっている。そう。ちょっと待てよ。でもここはこれ朽ちた剣だよね、やっぱり最後。どうなんだろう。あ、血塗られた剣のかな。どっち、どうだろう。朽ちた剣だよな、やっぱ。これが血塗られた剣。人に向けてるから。それで、こっちが鉄かな。で、この授かってる感じ、これが金かな。どうだ。お、来た。お、一発だよ、一発。一発だよ。やるんじゃない？やるんじゃないの？ロックニキ。よし。一発だった。ちょっと持てないね、アイテム。ああ。おお、あ、なんだよお前。ヘビ、どこ行った？もういいぞ。オッケー。そばにいろ。わかった。持てる？よし、行こう、アシュリー。いろいろまだある。宝箱なんだ。金の腕は。さあ、じゃあ行こう。
お、外出てきた。外に来たぞ。うん。なんかここにもまたやたらとマークある。待って、ここって最初に来た部屋じゃない？戻ってきたんだ。最初に来た部屋。中庭向かうだって。このドアここで開けられるのかな、これで。これとね、あと蛇。向こうに蛇あるかな。蛇ない。はしごあるな。危ない危ない危ない。ん？ここは降りる感じ？ん？向こうに渡れるのかな、それとも。ちょっと待って。向こうに渡る感じだよね。あ、これも時間決まってんだ。そういうこと。ってことで、ヘビをやって、来ないと。よし。シュー。君は絶対真似するなよ。私がしないわよ。本当かな。しそうだけど。あ、ヘビあった。そうかそうか、ここでヘビをやっ、ちょっと待って、ヘビをやって、まずはヘビをやって。で、このまま急げ。いや、やってくれんの？やってくれ。ああ、ありがとう。あ、なんだ、やってくれるじゃん。やってくれるのかよ。一人でやんなきゃいけないかと。シャンデリアに乗るなんて行儀悪いわよ。そんなこと言ってる場合か。そうだよ。なんだ、アシュリーがやってくれるのか。もう一回乗んなきゃいけないかと思ったよ。とりあえずこう開いたね。ここが開いて、まだじゃあ向こうにもあるのかな。ここは行けんの？行けない。アシュリー息切れするのちょっと早いんだよね。よし、もう一回行くぞ。じゃあ、あっち。はいはい。待ってよレオ。アシュリー来ないんだ。向こうから走ってってる。さすがにこうできないんだ。そりゃ疲れるね。ちょっとゆっくり休んでからでいいよ。休んでからね。大丈夫。よし、行こう。それは悪いことしてるね。え、ここどうすんの？だってアシュリー向こう行けないじゃん。アシュリーははしごで行くのかな、下から。行こう。はい。よいしょ。はい。どうすんの、アシュリー。来れないでしょ。来れないじゃん。面白いな。アシュリー来れないよ。あれ、こっから降りんのかな。降りていいのかな。降りるの正解かな。よし。はい。レオ、こっち。え、何？あ、ちょっと待って。なんか見つけたか。砂時計だって。砂時計で、こっち行くと、これで開いたと。向こうにも開いてないとこあったよね、こっちか。まあいいよ、とりあえずこっちね。こっち、うん、はしご、あれどこだ。あ、こっちか、こっちか。ありがとう。悪いな。ありがとう。これでここはいけるじゃん。あとはこれなんか関係あるんでしょ。ちょっと待って一回見てこよう。向こう開かないところあるじゃん。ここは開くんだっけ。あ、ここはもう開くのか。あれ、こっから向こういけるのかな。
あ、行けた行けた行けたよ。オッケー。オッケー。これで全部。オッケーだ。よし。じゃあこれで全部行けたから。あれ。あと向こうにちょっと待って。向こうになんか差し込むとこあったよね。これは。あ、これはないんだ。で、こっちのドア開くのかな。ここは開かないんじゃん。中庭、あ、中庭へ向かうのか。自動整理所、自動整理。いいね、自動整理見やすくなったよ。クラフトしとこう。ない、オッケー。よし、じゃあ行こう。中庭へ向かうって。よしよ、中庭。あ、中庭ってこっちじゃないの？こっちじゃん。え？こっちじゃん。あ、ってことはやっぱあそこ行かなきゃいけないんだよね。え、ちょっと待って。ここがいけないから、どうやって行けばいいんだろう。ちょっと待って、ここが上がれるんだから。これ気になるんだよね、これ。ん？これ関係あるのかな？これどこのやつ？ここ開いてるから。あ、こっから行けんのか。こっから。よし。うん、合ってっかな。合ってっかな。合ってそう。うん。頑張った。お。なんだ。ごきげんよう。来たラモン。ミスター・ケネディ。娘を差し出す気になりましたか？しつこいぞ。あなたたちのために歓迎の宴を用意しました。なんだよ。さあ見せてください、姫を守る勇敢な騎士の物語を。なんだよ。最低。なんだよ、もう来んのかな。油断しないでくれ。油断しないでくれよ。ちょっと待って。ちょっと下、鍵開けとこうぜ、こう。とりあえず。うん。中庭でなんか待ってんの？ちょっと待って。ここもなんか部屋がある。なんかある。世界の寄生虫とその恐るべき生態、
ある種の寄生虫は宿主となる生物の行動をコントロールする力がある。その仕組みは解明されていない部分も多いが、寄生虫による宿主の行動支配は一般的にも知られる話である。では寄生虫が宿主の行動を支配する実例をいくつか挙げていこう。おお、ティクロクエリウム。この寄生虫の幼虫が食道下神経節に入ったアリは、牛や羊が草を食べる夕方から朝の時間になると、草の先端を噛んでそこに体が固定するようになる。明らかにわざと食べられるよう行動させている。ガラクトソマム。この寄生虫の幼虫は、ブリやイシダイなどの魚の脳に寄生する。すると寄生された魚は、海鳥に捕まりやすい海面を泳ぎ回るようになる。もちろん海鳥の体内に入るが目的だ。レウコクロレクロリリウム。この寄生虫の幼虫はカタツムリの触角内で増殖し、毛虫のように動く。さらに宿主を鳥が見つけやすい葉の表面に移動させる。こうやってわざと鳥に捕食させることで体内に入り込む成虫になる。すごいね、予測してこう、ね、体内に入ることを予測してこう習性があるって、もうすごいよね。どういう仕組みなんだろうね。不思議だよ。開かないわ。閉まってる。ここは開かないんか。ちょっと一応セーブしてきます。よし、さあ行くぞ。気をつけて。よし行こう。うわ、なんだなんだこの黒いビズ。いかにも来そうな感じじゃない。もうちょっと先行手榴弾で行くぜ。最初はよし行こう。あ、いた。あそこ誰かいるね。ちょっと待って、誰かいるよね、あそこ。離れてろ。わかった。おし、どうだ、行ったべ。オッケー。他にはこっから見えるやついない？何気にアシュリーにすごと言われた。これなんだろう。何もない。え？どこどこ？どこどこどこ？どこだよ。うわ、早っ。やばいやばい。アシュリー。離れてろって。分かった。ああ、なんだよ。何こいつ。離れてろ。オッケー。いい加減にしてくれ。どうだ。投げるときは言ってよね。ごめんごめん。どうだ。よっしゃ。どこだどこだ。アシュリー、ちょっと待て。お前よ、ふざけんなお前。こいつ危ねえ、危ねえ。分かった。お前近すぎんだよ。お前も
好きだらけなんだよ。やばいやばい、バケた。これ俺がキモいんだよ、これキモいんだよ。お前目の前で堂々と、こいつお前キモいんだよこいつが。よし、まだか。ほら、どうだどうだどうよ、まだいるまだいる。アシュリー大丈夫？ちょっとさ、回復しよう。オッケー、まだいるか。あ、そこにいるな。ちょっと待って、あそこであいつ固まってんじゃない？ちょっと待って、こっからやっつけちゃおう。ちょっと待って、ね、よしこいつ、はい、どうだよ、オッケー、行ったべ。他は平気か？うん、ありがとう。行けた、行けたなら音を小さくしろよ。怖いまんまじゃねえか。え、まだ行けてないの？まだいるのか。クラフトできるかな。できないのかな。ちょっと、ちょっと一回、はい、いやちょっと焦ったね。よし、よし、ちょっとね、今日はね、霧がいい、霧が良くない。ちょっとでもここ、ちょっと一旦今日ここまでにしておきます。はい、まだわらわら来そうなんでね。はい、じゃあね、続きガンガンやっていくんで、そしてね、メタルギアスーパーマリオも上げていくんでね。はい、チャンネル登録お願いします。それじゃあまた、ロックニキでした。バイ。